大竹のもっと言いたい放題。月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。はい、お願い今日は総合スーパーの名言についてお話をしたいんですけれども、うんはい、ええー、今月10日にですね、はい、セブンアイホールディングスっていう、うんうん、まあセブンイレブンと伊藤洋華堂の持ち株会社がですね、伊藤洋華堂等のこのスーパーの株式を、うんはい 上場させる方針を示したえー、で上場後の株式売却によって、うんうん、売ると子会社にはこだわっていないというふうに表明したっていうことは、うん、もう手を切るそうえこう伊藤セブンイレブンというのはもともと伊藤洋華堂から出てて、うんはい、え伊藤洋華堂というのは洋華堂っていうまあ洋品店から出てるんでこれもうビジネスの原点。 本家なわけですそれを切り捨てるぞというふうに言っていてすでにそれが始まっていてですね今年の2月には北海道東北信越にある八日堂全店を閉店すると17店閉店さらにこれが首都圏にも飛び引きしてきて3月には川越三郷柏綱島という首都圏郊外の4店舗も閉鎖。 えー、再来年2月までに全部で33店舗のイトーヨーカ堂がなくなるっていう計画になっています。うんえーうん でなんでヨーカドーが切り捨てられちゃうのかっていうとはい、はい、セブンイレブンは今回も過去最高益一番儲けてるんですけどヨーカドーは赤字から脱却できない<し>私はこの構造は直らないと思っている、うん、つまり経営判断は正しいと思うんですけど、うんうん、なんでこんなことが起こったのかっいうことなんですけれども私は世帯構造が変わっちゃったっいう ことだとだ思いますでこの総合スーパーの最大のお客さんは専業主婦だったわけですね。で専業主婦が食料品の他に衣料品だとか、うん、日用品とか家電とかあるいは飲食スペースとかがあって、うんうん、そこでみんな楽しく過ごすっていうのが日本の風景だったわけです。はいはい、ところが何が起こったか1980年と直近を比べると、うんえー、実は 共稼ぎ世帯倍に増えました、はいえー、単独世帯2.5倍に増えました、はい、一方専業主婦世帯2.1分の 1,、うん、1半分以下になっているこれ実数で見るともっとショッキングで単独世帯1,785万共稼ぎ世帯1,262万に対して、うん、専業主婦世帯たった539万。うかもう 絶滅危惧種になっちゃうすごいっていう、はい、専業主婦がですねはいね結局ですね子供稼ぎとかになると、うん、夫婦とも忙しいんで、うん、そのスーパー行ってゆったり買い物ができないわけですよ、うん、あの会社の帰りにコンビニで買い物をする、うん、っていうのが基本構造になるのでなかなかこの総合スーパーっていうのの地盤沈下っていうのは止まらない上に、うんはい まあ今の政府がですね地方交付税を抑制して地方経済がどんどんんん疲弊してるんですね地方で真面目に農産物だとか工業製品作ってる人の所得は低迷する一方大都市で金を右から左に動かしている人が巨万の富を稼ぐっていう経済構造になってしまったえだから 都心のマンションは中古でも今1億円を超える。うんうん、一方郊外だと、例えばうちの方だと数百万円で買えるわけです。中,、はいはい、中古マンション。うん、もうちょっと奥行くと数十万円で買えちゃう。数十万。数十万ですよ。そう本当ですか。本当本当。本当マンションがあ、マンションが<ー>だから管理費高いから持ってられないな。うん そうすると<ー>地方に住んでる人の所得が、まあ、低迷してる何よりの証拠なんですね、うんはい、お金がない人のを相手にする商売っていうのは、うんうん、なかなか成り立たないっていう現実があってこのまま地方の地盤沈下と、うん、専業主婦の地盤沈下が進むと、うんうん、もう総合スーパーっていうのは生きていけなくなる。うん、でも伊洋稼働っていうのは まあ,ある意味その専用主婦がなくなったとしても庶民の味方であることは変わりなかったわけじゃないですかただそ,そこがこうどんどん駄目になっていくっていうのはなんかその例えばセブンイレブンでお惣菜とかそんなパックになってあの自分で作らなくていいことになったと。 味噌汁もなんかこう、簡単にお湯注げばいいだけみたいな。ると伊藤洋華堂みたいな総合で、全部うちに持って帰ってきて、自分で作るみたいなことがなくなっちゃうという。それは、これはね、いいか悪いかは別ですよ。どん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 、みんな女性が働きに出るようになったわけです。この三十年ほどで、それは社会進出、共同参画っていう意味では望ましいんだけど。 家庭に余裕の時間を持ってる人がいなくなったっていうまあ日本社会の変貌がまあ原因で,で私はねこうなることっていうのは今から20年前に。 大映が経営破綻した時の、はい、もう分、うん、かっていたのかもしれないけ。なるほど。なんでかっていうと、大映、うん、が創業した時のキャッチフレーズは、うんうん、主婦の店大映だった。うんところが主婦がいなくなってしまった。これがいいことなのか悪いことなのかはよくわからない。まあでも大映も伊藤洋華堂もそうだけど、なんかこう売るものをあの展開していく方向がやっぱりちょっと。 し修対称にしてた分だけずれてっちゃったっていうのもちょっとありますよね。だそういうそういうのでなかこうねユニクロとかそういうのの対等に勝てなくなってきちゃった。うん、ただ私は総合スーパーは大好き。はい、私たちも大好き。はい。<laughs> 俺が嫌いみたいなこと。<laughs> <laughs> はい、お時間来てしまいました。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。明日火曜日は武田佐鉄さんがいらっしゃいます。森永先生、ご出演、ここまでです。ありがとうございました。いい